食因子受容体とは、受容体ケイチロシンキナーゼの一種であり、リガンドである、血管内皮増殖因子は、血管内皮細胞の増殖、郵送の促進、血管透過性の更新、探求、マクロファージの活性化などを引き起こすが、ビグフルはこれらの作用発現に関与している。ビグフルには、ビグフルマイナス1、ビグフルマイナス2、ビグフルマイナス3の3種類に加えて、 可用性ビグフルとして、スフェグフルマイナス1、スフェグフルマイナス2及びスフェグフルマイナス3が知られている。ビグフルマイナス1及び VEGF マイナス2は、血管内皮細胞に発現し、血管申請の過程において、中心的な役割を担っているが、VEGF マイナス3はリンパ管に発現して、その発生に関与している。また、 細胞膜タンパク質であるニューロフィリンが VEGFA の選択的スプライシング産物である VEGF165 に対して結合能を持つことも報告されている。ビグフルの構造とリガンドとの結合能を。頭中において太い茶色の汚染で示された細胞膜の上が細胞外、下が細胞質側である。各 VEGF は矢印で示された。 受容体に対してそれぞれ結合能を有する。ビグフルはそれぞれ類似した構造を取り、結晶板由来成長因子受容体や、肝細胞因子受容体等の分子との相同性を有する。ビグフル1とビグフル2の分子全体の相同性は43.2%で、あるが、中でも細胞内領域のチロシンキナーゼドメイン内に存在する。 キナーゼ挿入配列は最もよく保存されており、キナーゼ挿入ドメインにより2つの部分に分けられる。これらのアイソフォームは、細胞外領域に7つの、免疫グロブリン様ドメインを有する、受容体系チロシンキナーゼであり、第2および、第3の IG 様ドメインは、リガンドとの結合に、第4、第7の IG 様ドメインは、ビグフルノに両体形成において重要である。 これらの受容体の中には VGF と類似した分子構造を有する体盤成長因子とも結合能を有するものも存在する。癌細胞は正常な細胞と比較して異常な増殖能を有し細胞が密になった主要組織はしばしば酸素不足の状態に陥る。そのため癌細胞は主要組織に対して 酸素を運搬するためのルートである血管を確保するため、ある物質の酸性更新を行う。この物質が VEGF であり、VEGF は血管内皮細胞のビグフルを刺激することにより、血管申請を促進する。申請血管は、癌の転移経路ともなる。これらのことから、VEGF は、癌遺伝子の一つであると言えるが、 ビグフルの発言は、癌細胞においても上昇が見られない。ビグフルをターゲットとした、分子標的治療薬として、スニチニブが知られている。細胞膜上に存在するビグフルは、リガンドの結合により二両体を形成し、細胞内のチロシンキナーゼドメインに存在する、チロシン残機の自己リン酸化が引き起こされる。リン酸化されたチロシン残機は、 シグナル伝達分子の SH2 ドメインとの結合部位となる。ビグフルマイナス1は VEGFA 及び B との結合能を有する。ビグフルマイナス1のノックアウトマウスは血管網の形成に異常をきたして耐性致死となるが、これは血管新生の抑制によるものではないと考えられており、むしろビフ1は耐性期における 血管申請に対して抑制的に働く。また、インビトロの実験ではあるが、ビグフルマイナス1の細胞の増殖やアポトーシスの過程への関与を否定する報告がされている。ビグフルマイナス1依存性のシグナルは、関節リウマチやアテローム性動脈硬化症の進行に関与している。ビグフルにはビグフル1と比較して、リガンドに対する結合脳は弱いが、 高素活性は強く、総合的に見て、細胞内シグナル伝達に対する寄与が大きいのは、こちらのアイソフォームであり、血管内非細胞に発現して、血管申請の過程に大きく関与していると、考えられている。ビグフルには VEGFA、C、D 及び E との結合能を有しており、VEGFC、D は、ビグフル3に対しても、結合可能である。 マウスの発生の過程においては、中胚葉で受精後7.5日から、ビグフルマイナス2の発現が認められる。ビグフル2からのシグナルは、自己リン酸化部位である、チロシン残機のリン酸化から始まり、ホスホリパーゼシーガンマの活性化に引き続く、マップキナーゼの活性化を引き起こす。また、近年ビグフル2の刺激により活性化された、パイ酸キナーゼが、 細胞増殖、生存延長に関与していることが報告されている。第3のビグフルであるビグフル3はビガー C 及び VEGFD と結合脳を有する。リンパ管内側細胞に発現が見られ、リンパ関係性を促進する働きを有する。VEGF3 は、がんのリンパ節転移に関与している。可用性ビグフルとして、 スフェグフルマイナス1、スフェグフルマイナス2、スフェグフルマイナス3が知られているが、中でもスフェグフルマイナス1は、解析が進んでおり、ビグフルマイナス1と同一の遺伝子から生じる、選択的スプライシングによる産物である。スフェグフルマイナス1はビグフルマイナス1が7つ、保有する、免疫グロブリン様ドメインのうち、第1第6の6つのみを有しており、 細胞内に存在する、チロシンキナーゼドメインを欠損しているが、リガンドとの結合は可能である。そのため、スフェグフルマイナス1は、VEGF に結合するがシグナルは伝えない、いわば劣り、として働く受容体であり、スフェグフルマイナス1の過剰発現は、腫瘍の形成が抑制されることが報告されている。ありがとうございます。